大井玄道東京都文京区江戸川公園内にある大井玄道の共造大井玄道昭和五年八月十五日は日本の薬学者、政治家、陸軍軍人。加賀藩出身、小薬学という用語を創出した。加賀藩の獣医の子として生まれる。藩の明林堂で学び、さらに藩の道なり館で英語を習得した後、明治二年大学南校に入学し、 ドイツ語を学ぶ。明治6年の卒業とともに、文部省上等出資となって、大学区医学校にドイツ語通訳として勤務する。東京医学校生薬学科の別科通学生教授にて、日本人教師が日本語で講義する必要性が生じたため、明治13年2月、当時助教であった言動は、j w アルベルトウィーンドのレイブクデア・ファーマッカーグノシーを参考に、 教科書を作るにあたって、ドイツ語のファーマッカーグノシーとグノーシスからの造語に、小薬学の訳を当てた。同年4月、玄道は自ら東京医学校を辞任して、故郷の金沢医学校生薬学科に赴任し、同校の教諭と石川県立金沢病院の薬局長及び内務省主官の金沢医術、開業試験委員も兼務した。明治18年12月、 これらの職を辞して翌年ドイツに留学する。帰国直後の明治19年10月、陸軍二等薬剤官となり、陸軍病院薬剤課長心得に任命され、明治20年には陸軍軍医学校教官兼務となっている。また、明治19年9月に東京薬学校の創設者、藤田正方が救世したため、一時期まで山田薫。 熊沢前安らと交代で同行の校長を務めた。明治23年3月、一等薬剤官となり、第一師団軍医部に配属され、明治26年6月に日清戦争に出征している。外戦後の明治30年4月に陸軍薬局方の編纂委員に任命される。同年8月、第二師団軍医部に配属され、明治32年に予備役となる。 翌年の義和団の乱に伴い召集され、事変が終わるとともに召集解除となった。薬剤官としての生活を得てからの玄道は、東京市小石川区に今日構え、ガーゼや脱脂綿などの衛生材料を商う傍ら、区会議員となり、明治40年府会議員となるまで。玄道は、当時、たびたび洪水を起こしていた江戸川を何とかしようと、治水に尽力する。大正2年に、 護岸工事に着手、大正八年に完成させる。この治水事業の功績を称え、昭和三年神田川沿いの江戸川公園に元老の銅像が建てられる。昭和五年成去し、世田谷口と瀬から蘇山の満腹寺に葬られる。異界勲章等、ありがとうございます。